手を挙げて、手を挙げて、一歩前に詰めてくれると嬉しいです。ラー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 、おー、してるこだわり胸を張って口にする人はとても楽しそうだよな。好きなこと好きな人大切にしてるこだわりごまかしてしまうのはなんでだろう。なぜそばに着いちゃうと見捨てしている理由が確信のない不安でもさ、いくらが望む未来はそれでも自分を信じられたその先で、喜び声を上げ叫ぶのは幸せに手を叩き笑うのは好きなこと好きな人のことを諦めなかったそんな時だろう。喜びを分かち合うために幸せを分かち合うそのために、自分自身のことごまかしちゃいけないんだ。好きなこと好きな人を大切にしてるこだわり胸を張ってすることで未来を照らすんだよな。ギター、ベース、ドラム、おお、次歌いますか。諦めなかったそんな時なら、喜びを分かち合うために、幸せを分かち合うそのために、まずは自分のこと愛せなきゃね。喜びに声を上げ叫ぶのが幸せに手を叩き笑うのが好きなこと好きな人のことを諦めなかったそんな時なら、喜びを分かち合うために幸せを分かち合うそのために、自分自身のことごまかしちゃいけないんだ。好きなこと好きな人大切にしてるこだわり胸を張って口にすることで未来を照らすんだよな。教えてよあなたの秘密がちゃんと叶うようにさ、歌いますか。皆さんこんにちは、元気ですか。日曜クラスライブ、日曜2番手エモエモバンド1曲目スーパービーバーの秘密という曲をお届けしました。残り3曲それに匹敵する、人によってはそれ以上かもしれないエモい曲を皆様の心に突き刺さる演奏でお届けしたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。アントリーロード、街がすれまで自転車を飛ぶ大きな壁
日の途中僕らはそこで取り残された。胸が苦しくなる音を私の掲げたバリケードの心の奥底の内側まで音が漏れるようにです。よろしくお願いいたします。
これまでねお届けした3曲は順番にスーパービーバーっていうバンドの秘密っていう曲と遥か未来っていう曲のカントリーロとナックライフっていうバンドの君のことっていう3曲なんですけど、やりたいと思ったきっかけがそのあんまりその3バンド僕そんな実は知らなくて、スーパービーバーは結構好きなんですけど、今日その後輩がやってたんですよね。後輩か同期かな、よくやってて、でそのライブを見るためにその原曲は知らないんだけどかっこいいなと思うようになって、でその思いがありけど全部のバンドをやる枠はもうないので、その1回にやってやりたいなっていうことを思っていて、でその後輩がちょうど3人一緒にやってくれるということで本当に感謝してるんですけど、その皆さんもそう知らないバンド結構あると思うんですよ。でシャナクラブでしか聴かないバンドとかもあったりすると思うんですけど、そういう中でいろんな曲を聴いて、でまたやりたいと思うようになるこのいい循環といいますか、それがやっぱり理想なのかなと思っていて、でその後輩がもうどんどんいいライブをするようになっていって、僕も負けないようにいいライブをしたいと思うので、またこれもいい循環といいますか、でそういうモチベーションで、今日のバンドを組ませていただいております、お付き合いいただきありがとうございます。最後にやる曲は多分みんなやったことない、やられたことない多分ないんですけど、そのすごい最近僕がハマっていて、で今までの3曲が影響されて僕がやったように、今日 僕らがやる演奏で誰かが影響されて聴いてみてやりたいなと思ってくれるととてもいいなと思っておりますので、そういった思いを込めて最後1曲演奏させていただきます。シャウトイットアウトっていうバンドから青春のすべてという曲を。始めてる方も好きだった今では一人しか手そう慣れない一人も一人も一人も思うたび僕の足は前に進む確かでも生きていく泣いてる思いくらい深くも未だに明日は怖いけど僕
の子もきっと見つめた先の未来で笑ってる。アイスキャンディーは溶けてしまった。それが何だろう、僕らの春はまた